ニュースをさまざまな角度から掘り下げ、本音を探るニュース本音と建前。コメンテーターはジャーナリストの岩上康美さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では今日のテーマこちら、小沢裁判の資料流出、検察文書捏造の衝撃。先週の金曜日、インターネット上で小沢裁判の資料が流出するという騒ぎが起こりました。これは小沢一郎元代表の陸山会事件で小沢さんや元秘書の石川智博議員を取り調べた東京地検特捜部の田代、木村、斉藤の3人の検事が作成した捜査報告書です。昨日の東京新聞にも少し出てましたけどね、そして石川議員が検事とのやり取りを IC レコーダーで録音したもの、これを文字を起こしたもの、これも出たんですね。あんまりただそのマスコミでは取り上げられなかった感もあるんですが、岩上さん、これはどこにどう流出したんですか？これはね、ロシアのサーバー上に、その7つのですね、捜査報告書および反訳書ですね、データを文字に起こした反訳書、これがアップロードされたんですね、ロシアのサーバー。今世界中どっからでもね、ハッカーのような人はデータ引っ張ってきて、どっかのサーバーに上げちゃってということはできますから、誰がやったかっていうのは分かりませんけれども、でまあそれで、この騒動が起こったといいます。本物なのかという議論になりましたが、すぐにこれは本物であるという声があちこちから上がりました。一人は民主党の有田芳生参議院議員、その検事の署名があったり捺印があったりとかね、これ3月22日の参議院法務委員会でその資料を使って、田代検事のですね、捜査報告書、これだけは、まあ、先に出ていました、この問題明らかになってましたから、中身なんですが、これどういう内容なんでしょう？これね、まずはその石川さんの方の反訳書、これは実際にどういう検事とのやり取りがあったか、録音のあの全記録ですね、それがあるということは分かってたけど、みんなが見れたわけじゃなかった、それを元に作った田代という検事の捜査報告書、これが全然違う、誰の目にも明らかに。だからよく今までね、郷原さんが捏造であると言ってたけど、本当に捏造である、全く違うものを書いてしまった。で、田代検事はですね、これは記憶の違いだと言ってたんだけど、そんなものではない。さらに問題なのは、この主任検事である木村主任検事、それから特捜副部長である斉藤孝弘副部長、それから特捜部長である、この3方ですね、がそれぞれ捜査報告書を書いてある、つまり一人じゃないということです。でさらに佐久間達也特捜部長宛に斉藤孝弘副部長は報告書を書いているんですね、佐久間達也特捜部長知ってたんじゃないです か、 あ、そうか、知ってたんですよ。そしてアンダーラインを強調してですね、これを検察審査会の素人の審査員たちに見せて、捜査これいかにも小沢一郎は怪しいやつは起訴しなくちゃいけないというふうに、起訴へ誘導していったわけです。これが捏造の捜査報告書を作り、そして、無理やり人を強制起訴にした、これ犯罪でしょ、大変な問題ですよ、で新聞の取り上げ方の腰砕けのってひどいもんですよ、これ、特捜部長大幅過失って、なんで過失になるんですか、これ有印公文書偽造じゃないんですか、これね、今まで検察と新聞テレビは一体になってこのキャンペーンをやってきましたよね、お下がりと言ってもいい、そういうことの延長上で困ったなと、こんなもんが出ちゃったよ、バレちゃったよ、罰が悪いな、だから一応叩いてるんですよ、検察をね、検察は叩くんだけど、こう手心加えてると言いますか、ただ特捜部長まで出ちゃった、特に、ね、読売がね書いてるんでね、このアンダーラインをしたのは、特捜部長であるということ、これ大変で、佐久間さんはもう言い逃れできないですね、で、大鶴元の自責検事まで関与してた、そうすると検察全体は慎重だったけれども、一部の青年将校だけが突っ走ってたなんていう、今まで言われ方しました、だけど特捜部長ですよ、自責検事ですよ、検察ナンバー2ですよ、上ってさ検察総長しかないじゃないですか、いうような、もう本当検察丸がかえの、これは組織犯罪じゃないですか、これ組織犯罪って言わなかったら何と言うという、そういうことがですね明らかになってしまって、誰でもその証拠が今手に入るようになったということなんですね。ちょっと遡りますが、この前の東京地裁の判決、控訴棄却にならないで、
ってなりました ね、結果的に。 でもこの資料は見てたわけですよね。見てたんですよ。なんで控訴棄却にならないんだろうって素朴な疑問があるんですけど。本当ですよ、これはもう検察審査会が誘導されたんだから、これはもうその誘導していった犯罪的なこの事実も含めてですね、控訴棄却じゃないかと。こんなものは裁判成り立たないっていう、だってインチキなのが出てるわけですから、まあ、でっち上げはですね、まあ、おっしゃるとおり、いいとこついた。判断しない裁判官というのは何なんだろうと思うんですね。そうなんですよ。ですからここから先はね、噂ですから、まあ、特に永田町でね流れてる噂なんですけど、有罪だったんじゃないか、もともとは。それは、こうした捜査報告書の問題が出てきて、これは大変だとなり、さらにもう一つ、森裕子議員らを中心とした民主党の議員たちが、法務委員会秘密会の開催を求めた。秘密会というとなんか不思議ですけど、これはこの検察審査会はとにかく非公開、プライバシーの問題があって非公開というのは前提ですよね。なので何にも解明できないんです。だったらば法務委員会で立法府がこの問題をきちんと正すために、外には公開しない秘密会を行う、そこで審議を行うと。国会と同じ審議を行われるんですよ。でもそれを公にしない、この開催を求めたんですね。これはね、相当慌てたことです。最高裁も含めて、検察最高裁も大変慌てたという、だから有罪がもしかしてギリギリ無罪になったんじゃないかという、これは噂です。はい、ここのところは分かりません。この、ただ、秘密会を求めたですね、森裕子さん、実は今日ここに来る前、インタビューしてまいりました。はい、そうなんです。そこで、ズバッとね、これまでの経過を振り返りながら、はい、これは一言で言うと、最高裁は自分たちの責任逃れのために検察だけを悪者にしたねっていうふうに、つまり今回の件で検察はもうちょっと立ち直れないぐらいダメージですよ。検察のこの権力行使の乱用ぶりというのは凄まじいものがあって、でそれも一部の検事じゃないです。で東京地検がもうこの攻めをですね逃れるってことはちょっとできないだろうと思いますね。で検察はガタガタです。検察の大改革をやらなきゃいけないって。ところが最高裁は知らんぷりをしてるわけです。でも検察審査会っていうのも怪しいんですよ、はい、ね、審査員の平均年齢を、ね、34で5号されて少数点以下まで同じにしてみたり、もうとにかくそんなの本当にいたのっていう不思議なことを 山のようにあるわけです。ここも謎だらけ。ところが検察審査会って名前から言うと検察の組織みたいに聞こえません、実はこの検察審査会の事務局って三権のどこからにも独立していると言いながら、事務局員全員最高裁事務総局からの出向なんですよ。でそこで使われている書類のフォーマットも全部最高裁事務総局のもの、経理も人事も企画も何もかも最高裁事務総局が決めてる。最高裁事務総局の単なるブランチなんです。それで検察審査会というのが怪しいくじ引きソフト、つまり検察審査員を選ぶ時にですね、無作為で公正に選ぶと言いながら、実はどのようにでも恣意的に選ぶことのできるインチキソフトをですね、導入してたと疑惑があるわけですけど、こんなものに6000万もねかけてやるというような大それたことをこんなね執行組だけでできるわけがない、これは検察最高裁事務総局が関わってるとしか思えない。で現在の最高裁長官竹崎さんという人は最高裁事務総局出身の官僚なんですよ。これ最高裁長官まで含んで最高裁これ絡んでないんですかっていうことが言えるわけです、だから検察だけの問題じゃないですよ、最高裁という我々が最も信頼していた、ね、組織までおかしいんじゃないの、っていうところが今問題にされてるわけですよ、大変な時代になってきたそうですね、やっぱりね天網恢恢疎にしてもらさずでね、やっぱなんかおかしなこと悪事やってると、こうやって出ちゃうんですね、漏出してしちゃう、これこの先どうなっていくんですかね。やっぱりね、今先ほど言った秘密会という、法務委員会秘密会のこの開催がですね、やっぱ待たれますね。そこで立法府がこれだけ行政権力の一部である検察権力と、それから司法権力に、三権分立のノリを超えてですね、不当に介入されてしまったわけです、今度は立法府がチェック機関として、検察、あるいは司法をチェックし直さなきゃいけない、やっぱりこれをきちんとやってもらわないといけないですね、あと国会でも、この問題、
この流出したですね捜査報告書の問題取り上げてもらいたいのと、それから検察は自分たちの手でね今度こそ、これはこの今回のこの偽造に関わった人たち、この人たちの取り調べしないとどうしようもないですよね、捜査してもらわないと、有印公文書偽造、偽計業務妨害、これ刑事告発出てるんですから、やらないといけないですよね、自分たちが取り締まるというか、まあね、悪事を叩くっていう立場にいて自分たちが悪事やってるっていうのはもう最悪ですよ、もう倍返しぐらいの本当に、ね、普通の、まあ人の気持ちとすればそのぐらいの気持ち抱きますからね、滞在ですよ、だって検事が密室で取り調べした後、その言ってもいないことを平気で別のものを書いちゃって、それを使って人を陥れるって、こんな恐ろしいことないんじゃないですか、これはね日本民主国家でも法治国家でもないってことになっちゃいますからね。そうですね、これきっかけにだから、じゃあ我々はどういうふうにこうどんな目を養っていけばいいのかってことですね。まずはね、このいい加減な報道を何とかしようって話ですよね、このマスコミ報道、これはねもうちょっとデータ流出経緯を言っておくと、実はマスコミの一部はね、少なくとも4月の時点までには入手してたんですよ、それを隠し持っていた、で4月の終わりぐらいに25日でしたかね、発売になった週刊朝日でこの6通、捜査報告書があるんだということは、その時に全面開示、全部その時週刊朝日持ってたかどうか分かりませんけど、自分たちは持ってないという形にして少なくとも書かれていたわけです、でもマスメディアはね持ってたんですよ、特に読売朝日は持ってたと言われています、なので読売は今になって急に慌くって佐久間さんが実は赤線を引いたというすっぱ抜きをやりだした、喋ったのは誰か、これは党の検察の某幹部ではないかってい う、ところまで今言われてます、もうみんなね、自分が飲み切られるから、だからもういやいや俺じゃないボスボスあいつからの命令っていうような感じでどんどん喋り始めてる、ガッタガタだってことですね、ですよ、朝日新聞黙ってる、でこの件に関してずっと法廷での報道も、非常にしっかりやってきて、でこの件に関して大きく一面で取り扱ったのは産経新聞なんですよ、これはすごい、産経は保守の気概を見せたって書いてるツイッターあったんですけど、いやそうじゃないんだけどなってちょっと昨日書いておいたんですけどそう産経は持ってなかったのあそうですか先持ってなかったんで手を隠してなかったんで、堂々と書けるっつって手に入ったとこのネット流出したうわーって初めて手に入った、自分がなんかねやましいとこないんでいやいねって書いてるんです、そういうこともあるんですね、はい、以上ニュース本音と建前でした。なるほどみたいな感じじゃあ食っちゃおう全然保守の気概じゃない取材能力の差だった東京新聞も持ってなかった感じですね、持てないと思います。朝日という右側間違いです言われてます。そう思っていたらここのスタッフがニコニコ昨日ニコニコやってたでしょ、でそこにスタッフとして行っていて、でそこの場で角谷さんと郷原さんと八木さんが出て、でオンエア終わった後に角谷さんが実はさこの場だけどっていう話で、その朝日読売を持ってて酒持ってなかったからどうって言うんだよねっていう話も彼もしてたし、そうあ誰か言ってくれたからあじゃあ言うけどってじゃあ僕も言うけど一人で言わないけどそこもサービスしちゃう今日オンエアで行っちゃったしねみんな見てくれた。辛坊治郎知ってるわけねえじゃん辛坊治郎ジャーナリストじゃないって。時刻は4時19分です。続いては三郷ヤシオ行田日新の太陽グループ自動車教習所がお送りする文化放送交通情報です。警視庁の佐藤さんお願いします。辛坊さんってどうしてあんなにこう自慢げに下に顔で言えるんですかね。おかしいじゃないですか性格が
まあ早い話かでもなんか、読売だしね、バッグがあって、まあどんどんほら構わねえぞ、っていいその言い過ぎでクビになりしないからと言われてないきゃね。そうですよね。ものすごい自信だし、自信と本人に自信があるわけがないんでね。そうですよね。クビに名をつけられてただ理由の癖して。水戸街道下り葛飾区青戸八丁目で1キロの渋滞、明治通り外回りは豊島区高戸橋で手袋方面に向かう車、流れが悪くなっています。とにかく誰でも見れますからね。警視庁からお伝えしました。警視庁の佐藤さんでした。次の文化放送交通情報は4時55分ごろお伝えしますもう今簡単に見られます。見れます、見れます。でもロシアのサーバーに乗ってるからダウンロードするの怖いって見てたらこれあれまた八木さんがね、これあのかあのこれを紹介するにあたって、ただしあのそれを踏んでね、どうなるか私は結果持ちません、責任持ちませんとか、ね、脅してるからみんなウイルスに感染したらどうしようとか、なんか見てたらしい。なんでもないですよ。続いて漢方の立林昇格動画をお送りする文化放送天気予報です。気象協会の相原さん、お願いします。産経新聞前原に取材教室された、恨みの恩返し、お願いします。お願いします。お願いします。関東各地で次第に雲が多くなるでしょう。にわか雨や雷雨のところもありそうです。それがこの後のメールカットしますね。という音はならない見込みですが、空模様の変化にはご注意ください。今日午後3時までの最高気温、関東地方23度前後のところが多くなりました。関東地方で25度以上の夏日になったのは群馬県館林で 25.4 度。